ぽっこりお腹を解消して人生が変わった女性の実例をご紹介します。彼女は50代半ばです。体重は63キロ、体脂肪は 35% ありました。彼女は3ヶ月コースに申し込まれ、そして取り組んだ結果、体重はマイナス5キロ、体脂肪は 35% が 27% になりました。しかし筋肉は維持ができたんです。こちらのグラフを見ていただくと、黒い線が体重でどんどん落ちていきます。でも赤い線、これは筋肉の量です。筋肉の量は維持をしたまま体重だけが落ちていったんです。ということは体脂肪がどんどん落ちたということになります。そしてこの黒い線が体重、そして紫の線が体脂肪になりますが、体脂肪も体重と同じように落ちました。ですのでこの63キロから57キロに落ちたこの5キロの体重というのは脂肪が落ちたということなんですね。これはとても素晴らしい結果です。ダイエットをして体重を落としても筋肉が減って体脂肪が増えればどんどんまたリバウンドしてしまいますし、基礎代謝が落ちてしまいますが、このように脂肪だけ落ちるということは体のサイズも2サイズくらいキュッと締まるんです。綺麗な体を作り、そして健康を維持するにはこの体脂肪をしっかり落とすことが大事ですよね。このように3ヶ月のプログラムで彼女は毎日コツコツと運動と食べる食事を気をつけました。3食きちんと食べて10分の運動をするだけでこのように変われたんです。50代以降の女性の方、どうか諦めないでください。あなたにも痩せるチャンスはあります。私と一緒にやってみませんか？